はい、どうも、こんばんは、処理です。はい、今日は動画ダッシュやっていきます。じゃなくて、フォールガイズやっていきます。で、今回も1位取っていきたいけど、まあ、どうせね、無理だから1位取るとか言っても、まあ、とりあえずね、楽しんでいきたいなと、思っております。それでは、いきましょう。まあ、言ったっけ、スキン変えたんで、スキン。この、ウーマサになった、ウーマサ、あ、こっち向きじゃない。そう、ウーマサになったから、しっかりよね、こういうステージではね、やっぱ馬は有利なんじゃないかと個人的に思ってるから、馬の力を見せつけていく。馬だからさ、なんか他の人、何？キャラクターよりも補正入ってもらわないとさ、こういけんじゃね？こっち、おい。まあまあいいや。まあね、ファーストラウンドもどうせクリアできちゃうし、まあ、何も面白みもないと思うから、でもカットするか。んと、これ最初飛べたらいいんだけど、まあ、どうせ無理だから、とか言ったけど飛べそうっすね、これ。来た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 。運がいいんじゃない？これ。1位目指していきたいけど無理っぽいんで、諦めます。で、問題ここなんだよ。ここをどれだけね、いけるかってことなんよね。次行きます、さすがに。行きそうだったら今。行け、飛べ飛べ。オッケー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 。来たんじゃない？これ。ロッキー。初めてゴールたかもしれないっていうのは嘘だけど。あ。危ね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 。ここでね、アスコートされたらもうほんとやってらんねえからね。危ね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 。いいんじゃない？どうしよう。ここで待って、誰かを倒せてもありなんだけど。お前ら邪魔だよ。お前ら邪魔。音つかんだ、ここでマジで。ここで突き落とします。うん、うまくかわされた。無理。ひどいね、今のは。あ、まあ、ここまで行けばもういけるっしょ、さすがに。でも僕、最後の最後で落ちたことはないんだよ。最後から2番目のあそこの何？ところで落ちたことがあるんだよ。そこがちょっと怖い。もうちょっと怖い。OK、OK、OK、OK。ここが一番怖い。道側には行かないようにしますか、じゃあ。行け、行け、行け、行け。ちょっと待って、あ、僕ね、やばくね、大丈夫、大丈夫。押すね、お前。危ねえ。やったぜ、やったぜ。そう、あと、ここでこうやって押して切るし、倒して切るしてる人がいたわ。危ない、危ない、危ない、危ない。あ、落としとこう、こうやって落とすんだよ。やべ、俺が落ちる、俺が落ちる、俺が落ちる。もう怖いんでゴールします。おーって、ファイナル。3回目した、これ。ファイナルラウンドです。よし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 。ここで1位取っていきたいね。まあ、どうせ無理だけどね。ちょっと落ち着いて、ちょっと手汗が出てきてる。いや、俺も映ってないやん。まあ、無理やった。もう最初の方は、こうやってもぐるぐるね、やってね。落ち着いてきたら、飛べばいいと思う、俺は。オッケーオッケーオッケー。みんな飛んでんだもん。ピンク乗りたかったけど無理っぽいね。みんな落ち着いていく最後の方で。あ、やべ。ちょ、まずいんじゃない？これ。邪魔すんだよ、お前。やばいな、これ。大丈夫か？ついてくんな、ついてくんな。さあ、まあ見ろ。もうそれありますか。落ちてこい、早く。これ結構実力ゲーだからね。怖いからあっち行く。いや、無理だな、これ以上行くの。危ね、危ね。お前下で OK、もう下で。ぐるぐるやってよ。危ね、危ね、危ね。あいつ来るからちょっと落とさないと。厳しいな。喋れねえ。
おい、つけんなよ。まあ、いや、結構あったら惜しかったな、結構。いや、マジか。はい。2回目。そう、今日はちょっと話したいことがあってね、この動画内で。最近サッカー界でさ、ね、めちゃくちゃさ、話題になってんだけどさ。サッカー界だけじゃないよね、これはもう。全世界が話題にしてると思う。まあ、それは何かというと、メッシ。バルセロナから移籍するかもしれないっていう。あれ、どう思いますか？あのメッシがだよ、もう誰もが知ってるメッシがだよ。本当に移籍するのって俺は思ってんだけどね。危ねえ。こうしたら結構まずい。でも移籍するなら、あれだよね。マンチェスターシティって言われてるけど。マンチェスターシティってどこのポジションでプレーするの？トップ？アグエロ出れなくなっちゃうのかな？右ウィングとかで出さないでしょ、さすがに。まあでも、どうなんだろうね。あ、今回早いね、終わんね。どうなると思う？で、しかも、契約解除金が、7億ユーロ。まあ、900億円 ?880 億ぐらいあるらしいんだけど。本当に払うのかな？でも、そんなの払えるところないでしょ、まず。880億だよ。でも、なんかどっかのニュースで見たんだけど、あれらしいね。もしかしたら、なんかね、1億ユーロ、125億円で、まあね、契約解除できるかもしれないっていうやつがあるって聞いたんだけど、いや、それでもやっぱ高いよな。まあ、サッカーの移籍金高いけどさ、ちょっと破格でしょって、今、メッシ年齢何歳？ 30 いってるでしょ。30歳いってる人で、もうそんな高い。こう、やばい。危ない危ない危ない。こう、結構ね、俺ここね、ミスるんよ。意外と苦手。ここはだから、集中力がね、結構試されるところだよね。あと、これ止まってたらもうダメだよね。走んないと。常に走ってることが大事です、これは。こいつにさ、止まってると、突き落とされるから、ぐらつき落とされた経験があるんでね。語ります、それを。トマトも落とすぞ。トマトじゃねえや、こいつ。そこのルーズになってやばい。で、あと5人か。ちょっとよね。これは大丈夫っしょ。回ってる人いましたね。ここ回ろう。大丈夫か？危ない危ない危ない。あと2人か。まあまあ楽勝し。危ない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 。ジュース、やっぱメッシ、あ、これ死んじゃうね、これ。危ねえ。あと2人が長いな。こけんな、危ない危ない危ない。危なかった今。まあまあまあ、これ楽勝っすね。さすがに。いやもう、これは楽勝でしょ、正直。最悪人のところ行けばいいし、なんかツイッターとかでさ、なんか、みんな騙したぜ、みたいなさ、ことやあげてる人いるけどさ、あんな本当なんだね。俺は信じらんないよ、こうやって、ギリギリでこうやって飛ぶんでしょ。桜もだけど、ここにいて、あ、桜もーつって、で、ここにいる人はみんな落ちるっていう。全無理っしょ。なあ、ホットドッグ。無理だよな。無理って言えよ、お前。さ、こっち、ここでいいんだよね。危ねえ、もう。落とすの。落とす、お前。危ねえ。しゃがりゅういった。これさ、みかんなんだね、俺が今なってるやつ。ずっと梨かと思ってたんだけど。あ、もうやばい、ホットドッグに。絡まれた。見えてない、やばい。みかん、バナナ、梨？みかん、バナナ、リンゴしかわかんねえわ。みかん、バナナ、リンゴ、ここだ。ホットドッグ、ここであったか。あったな、また。戻してやるよ、お前。ん？スイカ、サクランボ、ブドウ、スーサーブ、スイカ、サクランボ、ブドウ、バナナ。みかん。スイカ、サクランボ、ブドウ、バナナ。みかん。スイカ、サクランボ、ブドウ。スイカ、サクランボ、ブドウ、バナナ。ここでいいんだよ。オッケーオッケー。落ちたやついるな。おい、ちゃんと見てねえからだよ、自分で。おー、来た、サッカー。9対9ですね、これは。面白い戦いができるんじゃないの。久しぶりにやるな。でもこれ結構人に負けるんだよね。一番勝率悪いかもしんねえ。俺、下手くそなんで、サッカー、これ。いきます。
まあね、僕一応球技大会でね、高校の時の球技大会で、多分得点になったこともあるんでね。わかんないけど、いっぱい点取ったから。多分大丈夫でしょう。でも、後ろ行きます。でも先生、迷子。迷って、得点決めたい。押せ。ハイラインに引きます。ハイラインで。決めろ。お、あいつ、なんか、青空振ったの思いっきり。自陣にボールを寄せつけなければもう勝ちやから、ここで俺は、OKOKOK。やばい。青抜いちゃった。あいつ青じゃない、青じゃないの、黄色か。なんか色、白はあれ、分かりづらすぎだろ。水っぽいやつ。あっち返そう。青一人しかいない。あ、でも、来た。あ。決まる。青くないです。いいんじゃない、あ、惜しいでも。ナイス。真ん中戻るお前ら。俺は、こっち行く。いいよ。あ、では、1しかまだ。俺、2点決めてなかった？さっきね、ちょっとキーパーちょっと見せたかな。集中。お前ら行け。頑張れ。ちゃんとね、団子サッカーじゃないよ、団子サッカーじゃ。小学生みたいなサッカーなってる。押せ。あれだよね、小学生の頃のサッカー。あ、決まんじゃない、あれ。ナイス。まあ、なんか俺が決める。2点決まったっしょ。2連チャンで俺、なんか端っこ行ってきてよ。一つ。いいね。あ、惜しい。入んじゃねえ、でもあれ。小学校の頃のあれサッカーなんかあれだよね。みんなもうなんか、お、決まんじゃね、決まるっしょ、あれ。お団子サッカーでさ、大して面白くなかったよね。あ、やばい。あ。頑張れ。これさ、俺ら3点以上決めてるよね。あ。無理だわ。後ろ任せた。私側行きます。やべ、大丈夫かこれ。結構ギリギリだし。やべ、空振った。やばい。結構やばくね。大丈夫？あ、僕やばい。大丈夫、バッチ。あ。俺が最後あれ決めれば。最悪だ。もうねー、さっきからもこのボールを扱うやつがちょっともう、無理！マジで無理。どうすればいい？押した方がでも止まるとダメだよね、こうやって。で、これはあれだね、あの他のチームから自分のチームがね、狙われないようにしないといけない。ただそれだけ。ということで僕はなんか今一番多い赤を狙います。赤をとりあえず黄色の方にやるか。赤に、赤でも4つあるよ。強くね？いや、お前ら行ってこい。黄色でいいよ、黄色で。青からとりあえずなくせ。赤からなくせ。うん、黄色分かってるね、この子も。かわいそうに。赤から消せ。当たらせんな。黄色でいいよ。赤が狙われてますね、これは。かわいそうに。ええー